午前9時半過ぎ、県選出の新人議員の中で最初に到着した立憲民主党で千葉4区選出の水沼秀行議員と5区の矢崎健太郎議員、6区の安藤純子議員の3人は次のように意気込みを語りました。この千葉県初の平成生まれ国会議員でもありますので、当事者目線の少子化対策、子育て政策、そして経済政策、しっかり実行していきたいなというふうに考えております。改めて、実感が湧いてきました。これからはやっぱり有権者の皆さんのご期待に応えられるように、しっかりと国会の中で活動して、皆さんの政治の信頼を取り戻せるように頑張っていきたいと思います。私も本日まさにこの街の重みというかですね、ひしひしと感じております。政治改革、そして少子化対策、さらにはジェンダーギャップの解消もですね、しっかりと取り組んでいきますので、ぜひとも引き続きよろしくお願い申し上げます。一方、自民党で千葉10区選出の小池正明議員は党としては再出発だとして次のように述べました。党改革にも邁進していかなければなりませんし、地域の振興、そしてですね、何よりも国の成長と発展、そしてまたさまざま世界情勢も変化がありますので、そういった点もですね、やはり国会議員としてのその責務をしっかりと自覚をしながら活動を精一杯していきたいというふうに思います。また比例で初当選した国民民主党の岡野純子議員も意気込みを語りました。国民民主党や私に一票くださった方に対してちゃんと責任を果たしていかねばと思って、103万円の壁、給与所得控除と基礎控除の引き上げというのは、まずは取り組んでいきたいと考えています。